アックマン釣り機構へようこそ。ということで、今回もやっていこうかななんて思うんですけど、立て続けに三草漁港にやってまいりました。っていうのも、ここ最近ちょっと寒い日が続いてたんですけど、今日に限ってはかなり暖かい日になったんで、同じ漁港でこれだけ気温が急に変わるとどんな感じになるのかななんて、そんなんが知りたくてちょっと来たっていう感じですね。ただ今日の釣りはかなり地獄な感じになりましたね。っていうのも、釣り場に来て早々、この間ガイドが壊れた釣り竿を修理してもらったんですけど、それを仕掛けを作ってる最中にいきなり竿の先が折れてしまったっていう、そんな感じからのスタートで、今日はちょっと波乱万丈な一日になりそうやななんて、そんな感じがしますね。とりあえず一発目のヒットなんですけど、今日はなかなか食いが悪いみたいで、なかなか当たりが出ても乗らないっていうのが続きましたね。よいしょ。とりあえず一匹目はベラですね。20センチぐらいか、21ぐらいはあるかな。前回中心にやってたカサゴポイントの方は、今日は当たりが全然出ないような形で、それでちょっとベラポイントの方に移してやってるんですけど、まあ今日唯一の見せ場っていうんですかね、これはまあまあ2発目のヒットっていう形でいいベラが上がってきたんですけど、ただこの2発目のベラも何回か逃した、そんな感じの魚でしたね。釣り上げたら僕の仕掛けの針がもう一本口の中にちょっと残ってたっていう感じで、同じ魚が結構取ってきてるっていう感じですね。ただこの魚が結構いいサイズだったんで、これだけが今日の唯一の救いっていう感じですね。23センチって言ってるんですけど、調べてみたら 23.5 あるかなって感じですね。よいしょ。これでエビが取れましたね。とりあえずまたもや、23センチの、ベラですね。よいしょ。よいしょ。とりあえずキビナゴ一発ですね。めっちゃ食いがいいですね。よいしょ。ようやくカサゴが一匹釣れましたね。ちょっとサイズはかなりミニマムサイズですけどね。よいしょ。よいしょ、ベラですね。とりあえずこれはまあ21あるかないかって感じですかね。っていう感じで、今回はカサゴに関してはちっちゃいカサゴ1匹だけっていう感じで終わりましたね。今回青磯目の方を持ってきてなかったんで、イカでちょっと勝負するしかなかったんですけど、イカをちょっと幅広めにカットしてつけると、どうしてもベラじゃ口がちっちゃいんで、なかなかしっかりと食ってくれないっていう感じで、合わせてもなかなか乗らなかったですね。なんとかイカでベラヒットさせようと思って、かなり試行錯誤しましたね。ちっちゃく切ったり細長く切ったり、いろいろ試しました。あとキビナゴもあったので、そちらもちょっとだけ使ったんですけど、こちらの方はもうとにかく身が柔らかすぎて、身入れが激しくて、遠投にはなかなか厳しいなっていうような、そんな感じでしたね。ちなみに今日なんですけど、どうも水位がかなり低い感じで、だいぶ浅くなってるっていうような、そんな状況でして、この場所結構目が複雑なんで、浅くなると結構厳しいですよね。もう少し深さがあったら、なかなかうまいこと
金がかりとかも買わせるのかなって思うんですけど、今日はとにかく干潮時が特に根がかりがもう半端ないような状態になりましたね。いろいろやるんですけど、すぐにやっぱり合わせた瞬間にもう根がかってしまうっていうのがかなり続いてしまいましたね。そんなんもあってなかなかうまいこと魚を釣り上げることができなかったです。もっと上手くなりたいですよね。やっぱり上手い人はそういう悪い状況の中でもしっかりと釣り上げることができるんでしょうね。今日はとりあえず10時半頃に干潮が来て、それで3時半ぐらいにまた満潮にっていう形になったんですけど、特にこの干潮からある程度の時間、3時間ぐらい全然どうにもならんっていう時間が続きましたね。当たりも多少は出るんですけど、全然乗る気配がないっていう、そんな感じで、この魚なんか3時間ぶりっていう、そんな感じの魚ですね。よいしょ、久々にベラ釣れましたね。いや、なかなか今日は難しいですね。満潮に向かうちょうど1時間前ぐらいの2時半ぐらいですかね、ようやく波風が立ち始めて、なんとか当たりも強めになってきたかなっていう、そんな感じですかね。やっぱりその干潮が来て、その付近とあと満潮に向かう最初の段階ではなかなか魚の動きっていうのが止まっちゃうんですかね。あまり詳しくは分かんないんですけど、なんかそんな感じがしましたね。よいしょ、またもやベラですね。ちょっとサイズが下がってきてますね。ただまあちょっと風が出始めてちょっと動き出したって感じがしますね。とりあえず3時半を迎えて満潮になったんですけど、今日は思ったほど水位が上がってこなくて、水深がやっぱり前回とかよりは浅い感じがしますね。それと満潮になる直前の1時間ぐらいと、あと干潮になるちょうど1時間付近が少し当たりがよく出たんですけど、それを超えた段階の2時間3時間っていうのがちょっと止まってしまうっていうような、そんな感じの今日は一日でしたね。魚の活性っていうのはその辺りで上がってくるもんなんですかね。まああまり詳しくは分かんないんですけど、今日の一日はなんかそういうのがすごく出るような一日やったなぁなんて思いますね。普段やったらあまり、まあここ最近ちょっと磯場の釣りをやり始めて満潮とか干潮を気にするようになったんですけど、普段気にしてなかったんですけど、今日はかなりそれが気になりましたね。今4時過ぎって感じですね。今日はちょっと早めですが、この辺りで帰ろうかななんて思います。今日はちょっとここ1週間寒かったんですけど、急に暖かくなって、ある意味ちょっと期待したんですけど、逆に急に暖かくなったんがあまり良くなかったんですかね。今日はなかなか釣果がさっぱりっていう状態でしたね。まあそういう日もあるんですね。まあ釣り開始早々修理した竿がいきなり折れてしまったっていう、そんなスタートから始まったので、まあまあなかなか今日はちょっと不穏な空気が漂ってたんですけど、まあなんとか頑張ってみたんですけど、とりあえずまた23センチの赤笹のハベラ、とりあえずなんとかそれだけ1匹は手に入れたんで、まああんまり釣れなかった1日ですが、
その1匹のおかげでまあまあなんとかなったんかななんて自分の中では思ってるっていう感じですね。まあそんな感じで今日は久しぶりの調子の悪い日でしたね。ということで今回はこの辺りで終了しようかななんて思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録なんかしていただけたらありがたいのでよろしくお願いします。